つぶるのか。ついたね。あ、たら、それをのけねえから、うん、皮やる。薄皮をのける。のける。うん、すごいな。あ、そのぐらいか。すごいな。取れる。で、これをかき混ぜる。うわ。かき混ぜ。黄身を潰さないかんじゃん。あ、そうだ。ザクザクするかな。ジャーっとするんだよ。また後で個性って書いてあるね。これ3日間置いて、細かい3日間常温でそのまま放置する。うん、で、目の細かい茶こしなので、こしやろな。字がもうちょっと潰れてるけん。うん、ロートでもなんかで元のお酢の瓶に戻す。プラスチックはやめてください。うん、数やけん溶ける、うん、はい、こんな感じですね。はい、